皆様、大変長らくお待たせをいたしました。東京都知事候補、細川守弘でございます。皆さんこんばんは、細川守弘です。本当に肌寒い中、夕げのひととき、大勢の皆様方にこうして耳を傾けていただく機会を作っていただきまして、本当にありがとうございます。選挙戦もいよいよあと数日を残すだけになりましたが、今日も小泉さんに同道していただいて、もう何か所かやってまいりました。本当にありがたい、心強いことであります。私はいろいろ今の政府が考えていることに対してどうも少し不安を感じています。その中で特に取り上げて申し上げるとすれば、それは原発のことについて、最近政府は日本の基本的なエネルギー政策の中で原発を基幹産業として位置づけていこうと目論んでいる。そしてさらに原発の再稼働をしようと考えている。とんでもない。まあ他のことは国の政策の中でいろいろとやられる問題だから、まあなんとか